CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も越境せよ、石田さんと共にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、モンゴルのお話を聞いて、モンゴルだけでももうかなり喋っちゃってですね、お話を聞いて、キリがないんですよ。そもそもの企画としてですね、一カ国を十数分でまとめて聞こうなんていう、難しいです。企画自体がちょっと無茶なんですけど、でもせっかくね、たくさんの情報を持っておられるんで、ぜひ皆さんに海外に関心を持ってもらいたいなと思って聞いていくんですが、モンゴル来たので、ちょっと東南アジアとか中国飛ばして、南アジアのインドについて、インド、はい、お聞きしたいと思うんですけども、インドは何度も行かれてる？インドは2回ですね。デリーとムンバイ行きました。私も、デリーとバンガロールと、2回行ったことあるんですけど、すごいどえらい国ですよね。どえらい国ですね、はい、あのね、ムンバイ行った時は、僕は展示会に参加したんですよ。で、もともとですね、知り合いがインドでコンサルティング会社をやってまして、で、なんか日本の商品をこうやって集めた展示会やりたいって言って、僕がやってるワールドインベスターズ TV のやっぱ視聴者とかで、ちょっと日本の商品扱ってる経営者が多いから、なんかその出展者を集めてくれって言ったんですよ、もともと。で、出展者を集めようと思って、で、どんな商品が売れるかなってその人に聞いたのね。したら、ムンバイは、これもウランバートルと似てるけど、住宅供給ラッシュなんですよ、その当時、今から3年前ぐらいですかね、で、住宅供給やってる理由っていうのが、そのムンバイっていうのは、もう世界最大と言われるスラムがあるんですよ、で、そのスラムでもう本当に電気、ガス、水道がないところで、電気こうやって盗んできて生活したりとか、で、なんだろう、もう要はそのトイレとかお風呂もないでしょ。だからその雨季にこうって大洪水になるともう変な話、もう汚物がもうその辺にもうこう広がっていくぐらいのもう不衛生な場所で、で、結局その不衛生な場所がちょっと行くともうビジネスセンターになってるわけ、ムンバイっていうのは世界中の企業が集まる。そうですね、でもそれを不衛生なそのスラムもね、やっぱりこの綺麗にしていかなきゃなんないっていうのがムンバイ政府のやっぱ意向であって、で、そのちゃんとした人間らしい生活するためのアパートをね、安い値段で供給してるんですよ、で、もともと今スラムの人たちがその、ちっちゃいなりにもそのキッチンがついてるアパートに住んで、ちょっとずつ移り住んでるんですよ、で、実際はちょっとずつ移り住んでるんだけど、ムンバイって言ったらもうやっぱインドのやっぱ夢があるから、ムンバイドリームみたいなね、インドの山奥からまた今度またどんどん来て、教育受けてない人またスラムになっちゃうんで、もういたちごっこなんですけどね、でもこのムンバイのスラムの人たちがこのアパートに住んで、で、キッチンこれまで使ったことのない人がキッチンを使ってキッチン用品がブームだと、だこれからフライパンとか包丁とかね、まな板とか、そういうキッチン用品なんかが売れるんじゃないかって言われてたの、で、しかも彼らはものすごい粗悪品を使ってるから、日本のもう本当に壊れないフライパンとか、よく切れる包丁とかね、そういうキッチン用品は売れる可能性があるから、だから来てくれと言われたわけですよ、で、知り合いの、そういうキッチン用品扱ってる人たちにこうやって知り合いを通じて聞いたら、いや面白そうだけどインド怖いとか言うわけみたいな、で、それでインド怖いって言いますよね、みんなで。インド怖いって言うの。インド行かないって言われたらみんなで怖いって言われる、で、結局出店者が集まんなかったの、集まんなかったんだけど、そのコンサルティング会社の社長の話聞いてると、売れそうじゃないですか、なんか包丁とか持ってったら、じゃあ俺が売ってくるからサンプル送ってとかしたら、40何社からサンプルが送られてみんな自分は行くわあれだけど、そう、自分が行くのは嫌だけど、石田さんが売ってきてくれるんだったらお願いしますよみたいな、で、結局うちの事務所に毎日包丁が送られてきて、石田さん今度何始めたんだって言われたぐらいね、もうなんか包丁ばっかり送られてきてで、結局包丁だけで30本ぐらいかな、30種類ぐらい、で、あとフライパンとかそういうのも十何種類、とにかくたくさんのね、キッチン用品が送られてきたわけ。よし、じゃあこれ持ってじゃあ売りに行くかと言ったわけですよ、で、行って結局スーツケースの中に自分の着替えとか入んないわけ、包丁とかフライパンとかそんなのばっかり全部で、そうでね、今思うとよくムンバイの空港を通れたなっていうぐらい、全部包丁ですよ、だってスーツケースの中、そんだけの刃物がいっぱい入ってるのによく通れたなっていうぐらい、もう今でもね、ほんとラッキーだったとしか思えないんだけど、そのムンバイのもう、ね、空港を通過して、で、ホテル到着して、で、ムンバイのグランドハイアットで3日間の展示会やったんですよ。で、その時にやっぱりまず感じたのがね、インド人は本当10人十色、前々から聞いてたけど、本当になんか10人十色、考え方が10人バラバラで質問してくるのがバラバラ、十数の国が集まって一つの国みたいになってますからね。そうだ、インド人で一国にできないんですよ。できないですよね。
北と南でも全然気質違うしね、うん、もうみんな考えてることもバラバラだし、はい、文化も生活習慣もみんなバラバラ、うん、でびっくりしたのが、この僕フライパンとか包丁とかデモやってるじゃないですか、はい、これこのフライパンいいですよとか、もう熱伝導率高くてすぐに焼けますよとかね、うん、包丁よく切れますよとか、もうジャパネット高田みたいになったんですよ実演販売やって、はい、でそれでこの例えば包丁をこうやって、あ、フライパンをねこうやってオムレツとか焼いてる時に、はい、そのお客さんから出てきた質問が、うん、このフライパンは毎日オムレツ焼いてたら何日間で取っ手が取れますか、うん、っていう質問が来た、はい、そんな質問する日本人が取れないですよ基本的に、でしょ、はい、彼らは取っ手が取れちゃうんですって、うん、毎日毎日オムレツとかやってたら、うん、取っ手が取れてスポーンって抜けちゃうんですよ、はいはい、そういうのを気にしてるんですよ、うん、で結局取っ手取れない取れない、うん、取れないって質問してんだけど、このなんで取れないんだとか、また、はいはい、なんだろう、怖い、うん、怖いってなぜなぜっていう質問がねすっごい多いんです、はい、インド人は、うん、子供に説明をしてるのと同じように何回も何回もね、はい、分かるまで時間をかけて説明しないと納得して買い物をしてくれないんですよ、はい、でましてや日本のキッチン用品なんて若干値段が高いのね、うん、その辺のインドで売ってるものと比べたらやっぱ2倍ぐらい違うんですよ。で僕はあの新潟の燕三条の包丁を持ってったんだけど、はい、まあ、結構いい値段するんですみんな、うんうん、でもすっごい切れるの、はい、世界一切れるんじゃないかっていうぐらい切れるの、はい、でそれをやっぱ値段が高い理由をちゃんと合理的に時間をかけて説明しないと、うん、インド人は買ってくれないんですよね、はい、価格に関しては世界一シビアなんじゃないかなっていうぐらいシビアで、うん、はい、もうとにかく安いものを買うんですまず、はい、で値段がちょっと高かったらその高い理由を自分の中で納得しないと、うん、その高い値段を出して物を買ってくれるってことがしなくて、はい、だからその3日間展示会やったけど結構厳しい市場だなとか思って、うん、で日本のものって値段の高いものが多いでしょ、はい、やっぱりいい品物を作るから、うん、本当に職人とかが手塩をかけてこうやって本当にいいものを作るから、はい、やっぱ安売りはしちゃいけないと思うし、はい、まあ、なかなか安く売るっていうのは難しいと思うんですよ。でもじゃあ逆にその値段が高い部分っていうのをインド人にどこまでどうやって伝えられるかって、はい、やっぱすごい時間かけないと伝わらないし、で結局僕1日目全く売れず2日目全く売れず、はい、で最終日迎えたんですよ、うん、で最終日に現地のコンサルタントから話聞いたのが、はい、インドはとにかくパパママショップって呼ばれるちっちゃい、もうこのテーブル1個の軒先のね、うん、もうまさにパパとママでやってる個人商店のお店がほとんどだと、うん、でインド全体の流通市場の 96% がもうパパママショップ、うん、みんなそういうとこでフライパンとか包丁買うんですって、はい、で大型のショッピングモールとかスーパーマーケットとかあるでしょ、うん、ああいうのいっぱい今できてるんだけど、基本的に物を買うのはみんなパパママショップなんですね、うん、ショッピングモールっていうのはね、はい、基本的に見に行く場所なんだけど、うん、で買い物はするけれども、でもそっちよりもパパママショップで買うみたいな人が多くて、はい、そっちの方が絶対物売れるんですよ、はい、で今度はパパママショップってもう何十億か何百億か分からないけど、まあ、とにかく星の数があるわけ、うん、インド中にお店が、うん、でそのパパママショップを1000店舗束ねているバイヤーがいるわけ、うん、で今度そのバイヤーを1000人束ねているこの商社がいるの、ほうほうほう、でこの商社がこの日本商品専門に輸入をして全部このもうほんとネズミ山式にこの広がるね流通構造にどんどん広げていくっていう商社の仕入れ担当がいるわけ、はい、その仕入れ担当が100人来るのが3日目だから、誰か1人相手にしたらその人をもう絶対掴んだら話さないで、その人にとにかく買ってもらうっていう1契約だけ取れればおそらく何十本何百本一気にいけるからって言われて、結局まあその1人を捕まえてで説得をして800本売ったんですよ、はい、1回で1契約で800本だから、キッチン前も言った時は試しに800本って言われた、そうお試しでじゃあまず買いますと、はい、800本くださいみたいなそういう世界がインド、うん、売るのがすっごい難しい、0から1がすっごい難しいんだけど、はい、1まで動けばブワーッとネズミ山式に広がる可能性も秘めてるのもインド、はい、なぜならば流通構造がこのみんなピラミッドだから、はい、全部で一番底辺にあるパパママショップっていうのはもうとにかくどこにでもお店があって、もうぐわーっとものすごい広い、ね、うん、もう流通網があって、でも実際そういうところに一軒一軒うちの商品置いてくださいなんていうわけにいかないじゃないですか、うん、でそういうのを全部束ねてる束ねてる束ねてる一番上の人がいて、うん、そういうところとつながればこれはなんかいろいろといける可能性があるかなと、ね、うん、インド人はそれにもビジネス欲すごく旺盛ですよね。旺盛、僕ら議員団で行ったんですけど、やっぱりなんかビジネスしたいっつってすごい提案されて、うん、で彼らやっぱ英語も当然喋れるし、
でちょうどなんか世界の真ん中みたいなところでしょ。そうですね、日本なんて極東って言われますけど、彼らは別に中東ともビジネスできるし、そうそうそう、ヨーロッパ、アメリカともやるじゃないですか、うん、だからね、彼らビジネス考えるときね、話してよく分かったのは、日本人がいかに国内のビジネスを主眼に置いてるかっていうことなんですよ。彼らはもうもともとが市場がインドだけじゃないから、そうですね、インドでも僕らからしてたらもう巨大なあれでしょ、うん、でも彼らビジネスはなんか一緒に組んで世界になんか売ろうよみたいな、うん、そんな話なんですよね。そうですね、うん、インド人ってやっぱり世界中に点在してますもん、はい、ビジネスマンが、うん、でなおかつやっぱ知り合いのインド人が言ってるのが、インドにその外国企業が進出するってことは、そのインドの市場を狙うんじゃなくて世界進出を狙った上でインドに拠点を置いた方がいいって言われるね、うん、そう、それはなぜかっていうと、やっぱインド人世界中に点在してるのと、うん、あとインドはもう修行の地だから、はい、もう本当に十人十色でみんな考え方バラバラで、うん、インド人に物を売ることが成功できたら、うん、これは世界で通用するっていうわけ、はい、それだけね難しい市場なんだってインドっていうのは、うん、そのことをなんかインドのコンサルタントから言われましたね。なるね、うん、修行ですよ修行、うん、だから面白い、うん、面白いと思うのか大変だと思うのか、その価値観人それぞれですけど、はい、でも修行と思えるんであればあれは面白いと思いますね、うん、インドはそれこそね、もう TPP は、まあ、インドは関係ないですけど直接、うん、やるね、TPP とかで世界で勝負っていうんだったら本当にそういうのをね、もっともっとやる気質を日本人が持たないと、うん、いくら関税がねなくなるとか、うん、経済消費がなくなっても、うん、そういうビジネスやろうっていう人が増えない限りは、うん、儲かんないですよね。そうですね、うん、二都市ってどうでした、やっぱりそのデリーとバンガロール、はい、なんかこの大きな違いみたいな、どっちの方が好きですか。僕やっぱり南の方がいいですね、人が優しい、うん、あ、うん、人が優しくて明るい、あ、はい、僕もねデリーとムンバイ行ったんですけど、はい、まあ、ムンバイの方が楽しかったかな、うん、あ、うん、ムンバイは、まあ、分かんない、でもムンバイはでも日本人も結構行ってるっていっぱいいます ね、うん、ね、うん、直行便も飛んでんじゃないですか、確か ANA が、はいはい、飛んでも飛んでます、うん、そうなんですよね、まあ、インドはもう本当行きたいけど、もうでもね、あ、石田さんみたいに、ね、うん、ね、一つの国、ね、2回とかっていうわけにいかないから、うん、インドもでもぜひ、あの、なんかみんなすぐね、こうガンジス川で沐浴してるとか、 あんなのが印象的なのか知んないですけど、 あと道端とかでね、まあ、猿とかリスとか牛とかいろいろ歩いてて、そういうなんかね、なんかまだまだなところもあるけど、でも実際僕インフォシスの本社入れてもらったんですよ。インフォシス行かれたんですか。はい、本社入れていただいて、ね、もう最大の IT 企業ですね。そう、バンガロールでインフォシス行ったら、もう企業全部が、あ、じゃあ企業の中が街なんですよ。まあ、Google とかもそうって聞いてますけど、インフォシスタウンでしょ。そう、インフォシスタウンなんですよ、うん、だからもう企業の本社まるまる町みたいな、あ、うん、これだったら日本とか別に東京に本社置かなくても、うん、地方とかにこういう町作って、うん、そこで企業とか作ってくれればいいのになとぐらい思うぐらい、うん、らそれぐらいもうモダンな感じの町で、町の中、町の中はもう言った電気自動車で走りますみたいな、へー、うん、そうで、カフェとかもあって、うん、みんながこうカフェとかでちょっと仕事とか商談とかしてるみたいな、商談、うん、商談かな、してるっていうのも見たりとかすると、日本でそんなのなかなかないじゃないですか、街全体が企業ですみたいな、まあ、そうですね、うん、トヨタとかどうなんですか。トヨタもね、トヨタ市、うん、僕あの今年何回か行かせてもらったんですけど、うん、まあ、まあ去年か、この配信時期で言うと、いや意外となんか質素というか、いや、こじんまり、こじんまりしてて、トヨタ本社に通う人たちの駅とかも、うん、もうすごいローカルな感じで、うん、だからもっと僕ってトヨタって工業都市みたいなイメージあったんですけど、なんかね、もう本当愛知県全体のなんかこの経済こうやって底上げしてるようなイメージですけど、はい、そうではなかった、はい、だから、まあ、そうやってね囲い込むのがいいかどうかはあれですけど、でもやっぱり、うん、職環境の働く環境すごい大事だから、うん、そういうのをきちっと整えてあげるといい人も集まるんじゃないかなと思いますし、うん、そうですね、うん、やっぱり若くて優秀な人はおしゃれなところで働きたいじゃないですか、うんうん、インド人もねここ数年ですごいファッションとかライフスタイルすごい変わってますよね、はい、インド人だから牛肉食べないって思ったら大間違いですよ、うん、もう美味しいもの何でも食べますよ、はい、あのもう本当和牛とかしゃぶしゃぶとかね、うん、大好きなインド人何人も知ってるし、うん、あれ牛肉食べちゃいけないんじゃないの、いや、はい、美味しいものだったら何でも食べるって言いますよ、うんうん、でも変わってるんですよねライフスタイルも。そうですね、うん、からね、でインドはもうそれぞれ中国からも少し遅れて経済発展してるんで、うんうん、これから来ますからね。そうですね、はい、あとやっぱりインドの課題っていうのはやっぱり都市部と農村部のやっぱり格差ですよね。そうです、それがやっぱすごい大きいなと思ってて、はい、でなんか聞いたね面白い話が、あのインドの地方の州知事選挙で、はい、あの私に投票してくれたら皆さんにカラーテレビをプレゼントしますよって言った人がいて、はい、うん、
でその人受かったんですって、はい、受かったはいいけど電気が来てない村だから、はい、カラーテレビ配ってるのにカラーテレビ見れないんだよ、はい、その前に電気を通すことが先決だろうっていう、この実話らしいですよ本当に。へー、うん、まあインフラがねやっぱりどうしてもまだまだ行ってないところ、ね、全然ですね。やっぱりデリーからでも 2,3 時間走るともう一気に農村みたいなね、うん、もう道中牛だらけみたいな。そうですね、はい、まあ、それがいい、そのダイナミックさがいいんですけどね。面白いですけどね、うんうん、まあ、それを楽しめる人だったらね、インドなんかはぜひ行っていただいたらいいんじゃないかなと思いますけど、うん、そうですね、うん、久々にちょっと、うん、今日は僕の行った国だったんで、ちょっと乗ってきてくれましたね。しゃべりすぎちゃいましたけど、うん、はい、あのムンバイとかの、ね、西側のこの海沿いの方はやっぱり中東からもやっぱりお客さんいっぱいいるんで、はい、すごい国際色豊かですよ。そうですね、うんうん、バンガロールとあたりもそうだと思うんですけど、中東から飛行機たらバンバン飛んでるでしょ、はい、ね、うん、そう考えるとなんか地政学的に日本の位置ってちょっと貿易するのとか資源を入れるには不利な位置ではありますよね、うんうん、不利だけど、うん、不利なりにやっぱり他のアイデアがやっぱ考え出すべきだと思うし、うん、やれることいっぱいあると思うんですよね、うんうん、まあ、キリがないですけど、今日もこの辺で、はい、一回言いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。